これが、ビフォーデジタルって言ってる考え方に対して、こういう考え方になるというのが、ポイントになってきます。ある意味デジタルが浸透しきったリアルというものが存在し、純粋なデジタルも存在する。イメージとしてはいつでも SNS やアプリやウェブサイトで、顧客と接点を持つことができて、たまにお店に来てくれるっていう考え方になってくるっていうのが今の時代の変化かなと思っています。これはやはりすごくたくさんのプレイヤーが連携してシームレスな動きを作っているので、本当にステークホルダーや部署が、一つのシームレスな体験を作るために連携していかないといけない。これが OMO 的な考え方というふうに捉えていただけると良いのかなと思います。この動画では全体を通してそれぞれの、ここのプレイヤーの話やここのプレイヤーの話、もしくはここに上がる時の話であったり、もう少し特殊な、ポジショニングの話であったりという形で、お話ししていければと思います。今日はですね、この一番上の決済プラットフォーマーという、ビジネスモデルがどういうものなのかという話をしていきたいと思います。それこそこの状況を見ると、LINE と、Yahoo が、なぜ経営統合したのか、ここになっていくためですよね。世界中でいろんなサービスがあるんですが、それを表す言葉として、スーパーアプリっていうふうに表現されています。スーパーアプリプレイヤーというのはほとんどが中国、東南アジア、アフリカあたりをベースにしていて、日本はなのでそのアジア型、アフリカ型のモデルに今進んでいるっていうふうに考えていただけると良いのかなと思います。平安保険が作り出したのが新しいビジネスモデルとしてこういうものになります。中心に金融機能を置きながら、他の生活圏、医療だったり飲食、住居、移動、娯楽といったところに、デジタルサービスを使って出ていくっていうことをやりました。メインの事業ではないサブで作ったアプリに、3億人ユーザーがいるっていうような状況と考えていただければよいかと思います。2019年は前年比で、純利益 39% 増なんですね。それぐらい大きい会社がこんなにも稼いでいる。ピンアンというのは別にこの辺のサービスは赤字でも構わない、なんだがここがあることによってこちらがとにかく、儲かる構造になっていくっていうことを考えられています。デジタル時代においては UX ユーザーエクスペリエンスということを作ったりしていくことが本当に重要になってくる。なぜなら顧客とずっと関係性を作っていくっていうビジネスモデルが当たり前になるから。実はこれはですね、私がアリババの UX の5段階、ユーザーエクスペリエンス、日本語で言うと顧客体験ですね、の5段階っていうふうに分けているんですが、少し新しい考え方を持っています。事業者さん、お店の人たちにも、彼らがしっかりビジネス上のベネフィットが得られるようにしないといけないというふうに考えられるようになりました。こういったことができるようになると、どんどんビジネス側がエコシステム化していき、つながっていくという形が作れます。データを使って、テクノロジーを使って、相互に連携していくということができるようになった。トップ3にあたるアリババ、テンセント、ピンアン保険、この3企業が作ったジョイントベンチャーです。だからもう最強の3組が作った保険会社っていう感じなんですが、リアルのお店は一切持たず、完全にオンラインに振った、保険会社って形になっています。物が届いて噛まないって決めたら、その時返送料がかかりますよね。これを保証してくれるっていうのが返品運賃保険になっています。こういうサービス使ってますよねと、使ってます、すごくいいですよねって話をするんですね。じゃあ集安保険のユーザーさんなんですねって言うと、何ですかそれって言われるんですよ。アリババとテンセントの持っている、データを回すテクノロジーと、ピンアン保険の持っている保険を作るっていう能力、これがですね、年間100商品とかっていう、スピードとかレベル感で作られている仕組みを作っていくってことができるようになると、今度それをですね、2B 向けのソリューションにして売るみたいなことができるようになってきているというのが、今中国で起きているような、2B 向けのビジネスの流れというふうに言えるのかなと思います。
今日は、一つその中国事例としてニオが言っていることとして、テスラは鍵を渡すまでが仕事だが、僕たちは鍵を渡してからが仕事ですっていうことを言っています。まあ、まさに製品を売って終わりのなのではなくて、売ってから顧客と関係を作っていくことが一番重要だというふうに考えているのがニオの考え方になります。バリュージャーニーという考え方になっていて、製品は接点の一つでしかない。それに対して他にもデジタル接点があったり、リアル接点があったり、何でしょうね、コールセンターがあったりみたいな形で、まあ本当に何でしょうね、こういう風になってるわけですね。この、バリューチェーンからバリュージャーニーに変わっていくっていうことが重要で、上で得られた、信頼であるとか、関係性みたいなもの、楽しさみたいなものをやはり高頻度な接点としてのテックタッチに返してきて、さらにエンゲージメントが強まり下に返していきって、このループが生まれていくというところはメーカーのサービサー化の中では非常に重要なポイントですし、パネル型のモデルではなく、顧客のタイムラインだとかシーケンスってものを捉えるっていうことが非常に重要になります。体験提供型に変わるっていうふうに考えた時には、この一人のお客さんが、どういう行動の結果今やめそうであるとか、もしくは次の、ステージに上がってくれそうだから支えてあげるべきだとか、もしくは今のタイミングだと直接リアルのお店に来て関係性を作っていくタイミングだとかみたいなものが分かるっていうことの方が重要になってきます。ものすごく固定的なプロダクトを作ってしまうと変化に対応ができないわけですね。ガラケーからスマートフォンになったように、もしくは従来型の車からテスラのように、機能アップデートがされるような、ソフトウェアでアップデートされるようなもののように、定期的にアップデートをかけられたりだとか、もしくはそのアップデートがしやすい、組織構造にしておくっていうことが非常に重要になってきます。今回お話ししてきた、ビジネスモデル、1番目から5番目までですね、動画でいうと2番目から6番目までの動画の中で逆に考えていただけるといいのかなと思っています。まさにこれはこの初めにあったプラットフォーマー、サービサー、メーカーというところを上に上がっていくような構造として、この順番を捉えていただけるのではないかなというふうに思います。